仙台市立仙台商業高等学校は、宮城県仙台市泉区七北、電磁古内にある市立商業高等学校。通称は、仙将。仙将、または仙台商業と略される。2009年4月1日に、男子校の仙台商業高等学校及び女子校の仙台女子商業高等学校が統合をされ。 男女共学の仙台市立仙台商業高等学校が開校した。新設校の仙台市立仙台商業高等学校は従前の仙台商業高等学校の名称に仙台市立を付加した。以下は仙台商業高等学校の支点に立った遠隔。仙台女子商業高等学校の支点に立った遠隔は当該ページ参照。二千八年一月。 仙台市教育委員会は男女教学後の新校名を仙台市立仙台商業高等学校とすることを決定。その理由として市内唯一の商業校を端的に表す名称と説明。仙台市立を復活させ現校名を維持する形になった。合わせて市教育委員会は市内の市立高等学校すべてに仙台市立を冠することとなった。 交渉は当時の在校生がデザイン。旧仙台商業と旧仙台女子商業の交渉を組み合わせた形である。仙台商業高等学校は1999年まで仙台二校に南接する青葉区川内地区にあった。校舎及びグラウンドの跡地のうち北側部分は仙台二校のテニスコート等に転用された。跡地の南側部分は当初東北大学。 総合学術博物館が建設される予定であったが、諸事情により中止となり、現在は仙台やお葉山交流広場という駐車場兼広場として運用されている。宮城県スポーツセンターの西側にあったプールの跡地は埋め立てられて仙台市博物館の臨時駐車場となり、宮城県美術館の西隣のグラウンドはテニスコートになった。一点先の現行地は、 泉中央副都心の西側にある。当地は仙台市地下鉄南北線が泉中央駅まで延伸開業した1992年に浮上した構想である仙台市立大学のキャンパス用地であり、同大が設立された際には同校が付属校として当地に移転する予定だった。1996年2月、市立大設立構想は断念されたものの、 同行の移転先として利用された。卒業後の進路は以前は就職が多く、県内外有力企業からの求人が多かった。現在は約半数の生徒が国公立大学や関東圏の大学、地元の東北学院大学、東北工業大学、専門学校などに進学する。少数の就職希望者は防衛省、警視庁、宮城県警察、 市区町村役場などの公務員になる者や県内外有力企業に就職する。公式野球場は改装以前の宮城球場よりも観客席を除けば面積も広く2001年秋には新世紀宮城国体の全国障害者スポーツ大会会場として利用されたこともある。公式野球部は夏の甲子園に3度出場、3回戦まで勝ち上がった経験もある。 フェンシング部は第22回全国高等学校総合体育大会において総部4年目で団体優勝を果たした。2005年は自転車競技部、バドミントン部がインターハイに出場。その他の運動部も東北大会に出場するなど実績を上げている。またハンドボール部は2006年、2007年と2年連続でインターハイ出場という快挙を成し遂げた。 2010年3月と4月に近隣に所在するユアテックスタジアム仙台のピッチ除雪作業を運動部員有志が手伝ったことを称えられ、同年10月の2010ベガルタ仙台ファン感謝の集いにて2010ユアテック感動サポート賞が贈られた。文化部は母規研究部が2006年は全国高等学校 IT 母規大会において母規部門団体第3位。 個人優勝し文部科学大臣杯、文部科学大臣賞、日本商工会議所回答杯、日本商工会議所回答賞を受賞している。また簿記研究部員は、難関といわれる簿記検定1級を卒業までに取得することが多く、税理士を目指す学生も多い。2007年には、コンピュータ部が、全国高等学校情報処理競技大会で、初出場ながら、 団体3位に入賞した。2015年演芸部が一般社団法人全日本ッカ連盟全国大会に参加及び出品。学校としての参加は史上初であり一般部門に出品し入賞。ビジネス文書ありがとうございます。